前回から気になってるんだけど、あいつが入った穴って通れるのかな。結構サイズ的には大きいからいけるかも。けどまずはあいつをどうにかしないとな。いいところに湯飲みがあるね。このおまわりさん愛用の湯飲みを食らえ。あまり効果がないようだ。まあ所詮は湯飲みやからな。確かこの辺りの部屋にパソコン室があったはず。攻撃できる手段があればいいんだけど。ほらいっぱいあるよ。この新鮮な椅子をくらえ。どうやら業務用の椅子を置きに召さないらしい。それじゃあ他の椅子で試してみようか。実はこの周辺投げつけられる椅子がいっぱいあるんだよ。まだ追いかけてくるの。いつもよりひどいな。なんとか撃退できたけど、貴重なアイテムがほぼ全部なくなっちゃったよ。椅子で攻撃されることに耐性でもあるのかな。どこからでも襲ってくるのね。それだけかい。地下の監視室、机の裏側、隠された通路、なんのこっちゃ。これ前回調べた時は何も出なかったんだよね。確かこれを見るだけダメのトラップかよ。この机の裏側ってさ、前回何もなかった部屋のやつじゃないの。確かにあそこだけ撃退できるものなんもなさそうな感じだったし。地下の監視室と隠された通路がどこかよくわかんないけど、とりあえずは部屋を目指そうか。マジか、秘密の入り口が出てきた。なんか変なのいらっしゃいますけど。何これ、気味が悪い。そういえば前に手に入れた硫酸がここで使えるのでは。障害物を取り除くことができるって書いてあるし、多分これかな。バブルスライムみたいになっちゃったよ。金色の紋章が刻まれている。何か3つ穴があるけど何一つ持ってないんだよな。いろいろさまよってたら鍵のかかった机を見つけた。カードキー、青を見つけた。もうカードキーを見つけるだけで死亡フラグってことしか見えない。ここは確か前に殺された場所だね。とりあえず開けておくよ。本来の目的はこっちだよ。何も出てきませんように。広い部屋やな。所長室かな。この右にある丸いのは地下室にはめるやつかな。つかもうぜ、ゴールデンボール。残念、ゴールドエッグでした。確かにゴールデン X だけど違う。そうじゃない。投げつけられるものをいっぱいありそうだから隣の部屋行こっか。台本通りにただわめき散らしやがって。それしかできんのかこの大根野郎。さすが所長室に置かれてあるファンヒーターだけのことはあるね。威力も絶大だ。まさかのここ撃退用の部屋かよ。入った意味なかったね。行く場所わかんなくてうろうろしてたらカードキー赤を見つけてしまった。これで全部の色コンプリートかな。非常口の白色以外はコンプリートだね。さすがに隣の部屋には何もないと思うけど、何か撃退用のアイテムとかないかな。
入ってたら嫌なものが入ってた。なんでこいつロッカーに入ってんの。マナーモードたけしかな。やっぱり消火器って一撃で倒せるアイテムなのかな。効果音的にそうっぽいかもね。隣の部屋に血だまりなんてあったっけ。いや、なかった気がする。牢屋の鍵束を見つけたよ。これ多分地下の秘密の通路があった近くの部屋かな。おかしいな、隣の部屋何も鳴ってない。もしや隣の部屋から見えた光景は別世界。一応確認のためにもう一度見てみよっか。もっと汚れとるやないかい。こっちの部屋は入り直しても何も変わりないな。もうあそこには入らねえからな。また天井を突き破ってきそうで怖い場所だな。シルバーエッグを見つけた。これであとは一つだけだね。僕がやるから。やらなくていい、おとなしく座ってろ。多分ここが牢屋だと思うんだけど。何もないんかい。まあ牢屋だから何かあったらダメなんだけどね。こっちも牢屋だと思うんだけどな。さっきみたいに隣の部屋入ったら出てくるみたいなパターンがありそう。やっぱり出てくるんかい。この本、キーアイテムじゃないの。ここは開けない方がいいわね。結局、ここも来た意味がなかったか。見つけたよ。ようやく見つけたよ。20分ぐらいうろうろしたね。探索してる間に卵は入れてきたよ。大丈夫。無理やり引き出しなんか開けて。デスノートの二重底トラップを仕掛けられてたら危ないよ。金貨を手に入れた。いただきんか。世代がバレちゃう。変な自販機の中からブロンズゲット。これでここから逃げられる。まあそう簡単には返してくれませんよね。やば、投げつけられるものがないぞ。ようやくここまで来れたよ。あいつしつこすぎるんだよ。あれ、想像してたのは違う出口が出てくるんだったんですけど。けどカードキー白色を見つけた。これで一応この世界からは出られるのかな。さっさと
この世界から出たい。何回死んでると思ってんねん。